まあ、成分的にも、まあ、窒素とか硫酸とかカリとか言いますけども、まあ、その多分、まあ、人間の考える範囲を超えているいろんなあの成分とか、まあ、主に菌類、菌類が森でいろんなものが生息しているから、そういうものが出てくるわけですね。だから、多分、どうも今、日本の水田っていうのは、考古学的には紀元前800年ぐらいまで遡っているんですけど、だから縄文後期っていうのはもう水田はみんな完全にあって里山を形成してたわけですね。でそういう時の水田は多分こういう状況だったんだと僕は思ってるんですけど、なんでって言えば一番適してる、楽なところなんですね。それで家族の分しか少ないわけじゃないですか。脳の世界ではこういうところはベストです、楽だし、綺麗だし、農業になると効率をたくさん作んなきゃいけなくなると知って定時で、まあ、今もそれ続いてるけど大型化してとかね、今そのこうベクトルが全然違うっていうことですね。だから自分でもしやるんならこっちの脳の世界で、それには棚田が一番 最適だし、一番面白くて一番楽しいって美しいっていう、そういうことですね。じゃあ